れが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーよりトゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。でも、あれは…奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。どうして裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろう。トゥービー、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか。しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう？通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。
話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。9S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター 6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 問題ない。 2B さん、聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要な。以上、オペレーター6O でした。それでは。ああ、2B か。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろん夜派部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。
この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。ミサイルを発見。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビ、アンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビは気分ですよ、気分。これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビ、ナインエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。
この通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。トゥービーさん、衛星レーザーは直接攻撃承認が降りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。
波の消失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。くそ、本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B、 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接、そうか。そうです、奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。まずいですよ、ここを離脱しましょう。ミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
心途絶。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥビー、ナインエス、死ぬなよ。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B。 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設がEMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。